こちらにお願いします。はい、お願いします。川北さん本日はようこそおいでくださいました。ししどうですか会場の雰囲気。いやすごいバービーがいっぱいで可愛い,いです。あ、可愛い,い。いっぱいいますね。やだ可愛い,いです。ありがとうございます <laughs>、えー。それではですね、ここから、はい、あの川北さんの方にいろいろ話を伺っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい えー、川北さんはバービーと同じくアメリカ生まれということなんですが、はい、あの子供の頃から実際にバービーとはなんか触れ合ってきた思い出とかはありますかそううですね小さい頃からもう、はい、なん なん何個持ってたのかっていうぐらい、はい、たくさん持ってましたねもう大好きでしたああじゃあもう家にはたくさんありましたありましたもうずっとバービーちゃんと遊んでましたねお物心ついたくらいの時からそうですねあのお姉ちゃんが六個、はい、上のお姉ちゃんがいるので、はい、お姉ちゃんもずっと遊んでたので。はい なので私も,もう小さい頃から本当にずっとあじゃあもう本当に小さい頃から慣れ親しんでいるということで,、はい、でここはまあ今回、このカフェもできて、はい、え女の子のね憧れというバービーの世界が広がっているんですが川、はいはい、北さんにとってバービーってどんな印象ででお持ちですかいや,でもやっぱり女子はもう永遠の憧れというか、はい、もうスタイルもいいしいつもファッションもかわいいし、はい、なんか理想の。 女性像だと思いいいますやっぱり小さい頃から憧れていて,いてそうですね、いつもすごいおしゃれだったので、いつもバービーちゃんの服とかにも、憧れてました、ねはい、あ、そう、ね、今日あのこの衣装も結構、バービーを意識して、ね <laughs> ねね、すごいとっても素敵なあな衣装なんですけれども、<laughs> ね、まあせっかくなんで、と今日の,あのスタイリングのポイントなど、お聞かせいただけますでしょうか。 そうですね。でもやっぱりあのバービーって聞くと、やっぱりピンクを連想すると思うので、はい、今日はピンクのワンピースで。あと髪の毛もちょっとバービーちゃんを意識して、はい、あのこのなんでしょう。このモチーフになっているバービーちゃんをちょっと意識して髪の毛もアレンジしていただきました。は,い、はい、もうすごく素敵で。なんかちょっと可愛い,いなと思って。あの見ています。はいでですね。えっと。実はバービーには剣という。 ボーイフレンドがいまして理想の、ね、恋人同士なんですけれども、はい、河北さんの理想の男性のタイプなどお聞かせいただけたらなと思いますの男性のタイプでもあの笑うのが好きなので笑いのツボが一緒な人だがいいなと思います。<laughs> はい 二人で笑いあって,て。そうです、ね。はい、ずっと笑ってたいです。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ね、けんとね、本当バービーも素敵なね、カップルなんでね。<laughs> はい、いつか、なんか、そういうお二人を見てみたいなとは。そうですね、はい、思います。はい。<笑><笑>でね、川北さん、今週の月曜日に。二十五歳の。お誕生日を、ねはい。はいね、迎えられたということで。はいはい、そうなんですね。せっかく、なんか、お誕生日も近いので、はい、ぜひ、なんか、抱負なども聞かせていただきたいなと思うんですが。 そうですね。でも二十五歳も立派な大人なので。<laughs> ちょっとバービーみたいに、ちょっと素敵な女性になれたらいいなと思ってます。頑張ります。<laughs> はい。でですね。今日のそのお誕生日ということで、はい、ちょっとこちらでちょっとサプライズをご用意させていただきまして。バースデーケーキの方をご用意させていただきました。あ、すいません。<laughs> 皆さんちょっと見てみてください。いおめでとうございます。<laughs> すごい結構お手製で川北さんをこうイメージしつつ、かわいらしいケーキを今回仕立てていただきました。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ちょっとね会場上ちょっとろうそくが吹けないっていうあれがあるんですが、ぜひちょっと見ていただいて、後ほどあの食べてもいただければと思います。色がすごいいいですね。なんか合ってる気がします。今日の衣装にも。嬉しい、ありがとうございます。後ほどねお写真も一緒に撮っていただければと思います。そしてですね今回、すいません。 私の方からで恐縮なんですが、こちらプレゼントもさせていただきたいと思います。嬉しい、かわい。いあ、2000。はい。こちらですね。はい。2016年のバースデイウィッシュ、バースデイウィッシュバビ2016ということで、まあ一年の一度のお誕生日を祝るのにねぴったりということで今回こちらを選んでいただいております。これは誕生日専用ってことなんですか？あ、そうですね。あの毎年こう記念に出されるもので、はい。 これがあの川北さんのイメージにもぴったり合うんじゃないかということで、嬉しい。しかも本当に京都合ってる。はい。ピンクピンクで、はい、<laughs> なんかすごいお揃えてる気がします、はい。とてもかわいいです。いはい、あういの河北さんのね新しい一年まあ25歳ということでね、はい、素敵な一年になるようにということでスタッフ一同で選ばせていただきましたので、はい、いはい、ぜひいただいてもらえればと思います。ありがとうございます。 それではではすね、あのまだまだ、ね、お話を伺いたいところなんですけれども、はい、ちょっとお時間が迫っておりますので、はい、え最後にですね、はい、え全国のバービーのファンそして明日からここ開催される、はい、えっとカフェにご来場いただく皆様にメッセージの方お願いできますでしょうかそうですね、やっぱり小さい時からバービーちゃんと遊んできてバービーはすごい憧れの存在なのでここのカフェに来て少しでもバービー気分を味わっていただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。 ありがとうございました。それではここでトークイベントは終了とさせていきますので、はい、引き続きフォトセッションのお時間とさせていただきます。じゃあ仕切っていただいて大丈夫ですか？はい、はい、それでは一旦、川北さんの挟がっていただいて、はい、ちょっとフォトセッションの準備に入らせていただきます。はい、ます今日はおトークイベントありがとうございました。ま,したまた引き続きよろしくお願いいたします。